さて念願の休み時間なわけだ。トイレ行ってらっしゃい。違うわい、ふーちゃんから楽しい話聞くんだもんね。楽しい、絶対楽しいに決まってる。さあ朝の続きどうぞ。朝の続き？のりづき先輩と広瀬君を千吉良先輩と君の2人でドッキリに仕掛けるって話なら、え？よしこもう渡してたの？うん。ねえ、よしこが渡したもの少し見せてもらっていい？中身何が書いてあった？ねえ、昨日は千吉良先輩と何をしたの？よしこ、お前これ以上彼女に何もしないでくださいと千吉良先輩に頭下げたもの。大丈夫だって、だいたい嫌だったらふーちゃんが一言言えばいいだけだしね。千吉良先輩が良識ある人だといいが。子供はいつかは大人になるんだ。今はその第一歩なのさ。我々は見守るしかない。お前がその第一歩を踏み出せばよかろう。なぜ彼女を巻き込む？そんなの簡単さ。相手がいないのだよ、咲子くん。まあ素敵。彼女に迷惑かけておいてそれはないだろうお前。というか千吉良先輩が暴走しないように祈るしかないな。ようボケなす。飴玉でも喉に詰まらせたん。うるさい、寄るな、もじゃ。相当溜まっとるようやな。飲み込まれるのも時間の問題ってどこか。何の話？さあな。ほな、さいなら。何なんだやつは。和樹、ねえ大丈夫？触るな。僕に触れたらお前まで汚れてしまう。長いこと人の世にいたからな。商売が回り始めておかげでこのざまさ。それじゃ余計にほっとけないよ。え？ただいま。おかえりなさい。戸上、気に病んでも仕方ないんじゃないか。分かってる。つついてやるなよ先生。はいはい。そうそう、唐突だけど夜回りに興味あるやついるか？いやー全員参加か。俺愛されてるな。先生が愛されてるわけじゃないと思いますけど、市の防犯対策の一環で中学生以上を対象にした試みなんでしょ。そうそう、でもいいじゃない、言うくらい。大丈夫だ、心配してくれてありがとうな。先生、それでどこを見回るんですか？月宿池と公団住宅のあたりだね。うん、思いのほか。時間短縮のために2グループに分ける。大人は米原先生しかいませんけど、大丈夫ですか？まあそれは先生がいてもさほど変わりない気もするが。ひどい、こんな夜中に何してん、美咲ちゃん。ん？その声は。ああ、やっぱり先輩が普通の格好してる。どうしちゃったんですか？学校にも制服できたりしてるし。どういう意味やねん。いいでしょう。この間一緒に洋服買いに行って選んであげたの。あ、道理で。いい度胸やな、広瀬。で、生徒連れ回して何してん、美咲ちゃんは。こっちは夜回りです。そっちこそ夜中に何してるんだ？俺、散歩やけど。なら暇ってことだな。なぜ俺がこっちのグループ。なんや、俺がリーダーなんは不服か。ちげえよ、一般人がいねえことを嘆いてんだよ。なんだ、腹でも痛えのか。言ってねえし、話聞いてねえし。なんで向こうの4人の枠から外れたんだよ、俺。はあ？何を？それはこう、喧嘩に発展しても強そうな人間をという意味ではなく。何その限りなく情けない扱い。おめえ少しは落ち着けよ、血圧上がるぜ。最近この辺りで夜中に人影を見かけるっていうやつだな。夜中にこんな場所に何しに行くんだよ、そいつらは。そりゃ乳くり合うために決まっとるやろ。なんや急に黙り込んで。さあ現場を抑えんとそりゃ分からへんけどな。いやでもあんたが言ったような理由でいるならそっとしといた方がいいんじゃ。何言うとんねん、見つけたら声かけるに決まっとるやろ。こっちは見回りいう大義名分があるんやで。ああ、悪趣味すぎる。何でもいいからさっさと行こうぜ。何をはしゃいどるんや、会長さんは。男にそういうこと言うなよ、普通逆だろ。まあ善処はしてやるよ。はいはい、さてじゃあ行くか。師匠。師匠言うなボケ、後ろにいんねんぞ。そんなことよりあの寮に変わった体質のやつがいるんだ。変わった体質？ああ、ムラムラハムオだっけか、今俺たちのグループにいるやつだ。でそいつがどないして？多分この土地と同じ体質だと思う。近くにいるとたまにあたりが焦げ臭く感じんだ。師匠は感じないか？師匠？お前はどこまで人間に深入りするつもりだ？でもそれなら師匠だってあいつに深入りしすぎてる。もしあいつが師匠に惚れちまったらどうすんだ？山に連れて行くのか？アホが、いらん心配せんと、きちんとこの土地の行く末見守り。夜中ってことも相まって薄暗くて気持ち悪いなあ。なんや、ハムはこういう雰囲気苦手な？バカ言うなよ、ガキじゃねえんだし。なあハム、こういう雰囲気の時にとっておきの話があるんやけど。なんだよ、どんな話だよ。昔々ここには魂を狩る妖怪さんがおってな。ああ、聞こえない。会長さん、そいつの両手首耳から離して持っててくれへん？いいぜ。な、ちょっと離せよ。でな、魂を狩る妖怪さんたちは人間の魂が好きで好きでたまらんねん。せやけど誰の魂でもいいってわけやないんやな。これがお前、物語の中では玉突きっちゅう故障で呼ばれる人間の魂を好んで食べてたいう話。まあそれは。会長さんは黙っとき。体の中にとある玉がある連中らしい。それが入っとると普通の人間よりも優れた存在になるんやと。せやから普通の人間よりもうまいんやろうな、魂が。お前は誰から聞いたんその話？さあ、俺は知らんわ。話はもう終わりか。ほら話せよ先輩。おう。せやな、適当にぐるーっと回って終わりにしようや。ああ、自慢やないが人の気配感じとんの得意やねん。嘘つくなよ。まあいい、とにかくさっさと終わらせようぜ。ああ、だな。ああ、眠い。あ？眠いのか？じゃあ目が覚めるように俺も怪談話してやるぜ。なんで遠慮すんな。転ぶ時ぐらいもっと慌てんかい、ボケ。俺まっすぐ立ち。おう、カラスか。よう、にゃんこちゃん。あんた、何を企んでるんだい？ラブラブミラクルカエリーナ、今日もサクサクっと浄化完了。それにしてもこの変身前の主人公と変身後のカエリーナたんって性格違いすぎるよね。人は誰しも強大な力を手に入れると表変するものですよ。みんなやけにのんびりしてるけど、今日って市内清掃に参加する日よ。ちゃんと覚えてる？そういや、そんな話だったな。もしかしてみんな忘れてたとか？ごめんなさい。でもその話されたの結構前だしさ。ええ、ならどうして昨日夜回りに誘ったのかと問い詰めたいのですが。謝りますから早く支度してください。部屋にもいなかったよ。出かけたんだろうな。気がついたらいなくなってるよね。何してるんだろう。朝練かな。あー、結構人が集まってるんだな。うん、それだけみんなエコ活動に興味があるってことなんだろうね。そうだな。あ、先輩。ああ、お田島。皆さんもゴミ掃除ですか？精が出ますね。先生、大丈夫？すみません。おや、羽村君と久我君と広瀬君はいないのですか？グループに人数制限があったな。こっちの10人の枠からちょうどはみ出て、他の掃除の班と一緒に行動してると思う。そうなのですか。お、うちの班も動くみたいだぞ。小田島はどこの掃除なんだ？僕は高校方面です。先輩たちは月宿池周辺だよ。じゃない、あっちも頑張れよ。はい、さあ移動しますよ。